チボリは韓国のサンヨンが製造、販売する B セグメント、C セグメントのクロスオーバー SUV である。サンヨンの世界戦略モデルとしてありとあらゆる地域でチボリとして販売されるが中国市場のみ商標上の都合によりティビリンの名で販売される。投稿では2016年に追加されたロングバージョンのチボリエアについても併記する。コードネーム X100 の名でコランド C の下に位置するコンパクト SUV として42ヶ月の期間と3.500億本をかけて開発された。マヒンドラ参加となった後に開発された最初の車種でもある。エクステリアは総流車のデザイン哲学である警戒、郵送、躍動のうち警戒のコンセプトに基づいてデザインされた。 2011年のフランクフルトモーターショーと2012年のジュネーブモーターショーで発表されたコンセプトカー14-1並びに2012年のモンディアルドロートモビルで発表された E14 を源流とし2014年のモンディアルドロートモビルで発表されたコンセプトカー14エアと14アドベンチャーはいずれもジボリのデザインスタィモデルである インドにおいては2019年2月より、親会社のマヒンドラにて、内外装の衣装の一部を変更し、ザブ300の社名で販売される。イタリアの保養地、ティボリとデンマークの公園である、チボリ公園に由来し、新しいスタイルと性能で、ドライバーにインスピレーションと楽しみを提供することを示している。また、メーカー自身で、ティビリーを、アイラブ IT とを逆に記して、 親しみを持たせようとしている。ありがとうございます。